登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからは内海俊勝ラバンドピース自然を楽しむアウトドアを楽しむコーナーなんですが、登るさんが体調不良、ね、風邪あんな強そうな方が海や山やで、海や山へ行き過ぎたんじゃないですか。まあね、温度差がいろいろあるからきっと、まあ、そういうことには慣れてる方だと思うんですけどもね、まあ、今日は一日お休みということ、ね、休めということでしょう、ね、いいですよということでね、それでね、メールもいただいて、で、まあ、1曲目は、まあ、僕がそうですね、10代20歳前後ですね、よく聴いてた曲で、まあ、ロッド・スチャッタ僕大好きなので、まあ、前にも紹介したジェルベックってやった頃も好きでしたけども、やっぱりこのフェイセスという形になってからね、やっぱ彼の色が明確になってきたというか、優しさというかね、そういうものが伝わるようになったんでね、優しかったですね、今曲紹介しましたけどもね、はい、素敵、ということでね、今日は中峰さんも、もうちょっと参加していただいてね、中峰さんね、こう見えてもあれですけどアウトドアなんですよね、でね、はい、サーフィンとかいやとてもそういうタイプではないんですが、本当のアウトドアの何キャンプとか、そうなんですよ、自分はキャンプが好きでして、実は幼少の時からですね、小学校低学年ぐらいの時から、新商社のハンディキャップ持たれてる子たちとの、キャンプのイベントがありまして、でこれが沖縄でずっとやってるんですよ。あ、そうですか。で、それで、そのボランティアをずっとですね、高校、大学、社会人とさせていただいて、実はこの活動が全国でありまして、福島とかですね、であとは九州の方であったりとか、あちこちであるんですけど、その中の活動をずっとやってる中で、キャンプが非常に好きになってですね、今の趣味もですね、沖縄ですと、例えば、今の時期寒い時期がすごく沖縄いいんですよね。あ、そうおっしゃってましたよね、沖縄寒いって言っても大体下がっても10度切るか切らないかなんですけど、まあいい気候って感じですかね。で、川辺でですね、沖縄の北部に、源賀川っていうですね、沖縄で唯一琉球アユって言ってですね、こちらで取れるアユとはまた別の種類のアユが、そこにしかいない、そこにしかいないですね、いわゆる奄美とかですね、沖縄のですね、琉球列島の中にしかいない、それも清流にしかアユですからいないと、それを取っていいんですか。あ、それはちょっと漁業権なくなってはい、ダメなんですけど、その川のほとりにですね、テントを張って、で、焚き火をしてですね、で、例えばダッチウォームを使って、で、そちらでその蒸し焼きにしたりですね、いろんな鶏とか、そういう肉類もあったり、あと、一番美味しいのはですね、野菜とかですね、根菜類、じゃがいも、人参ですね、で、そういったものを蒸し焼きにしたりですね、あとは、石焼き芋なんてですね、ダッチオーブンで最高なんですよ。そうなんですか。非常に美味しいのできますね。え、紫芋沖縄だと。はい、紫もありますし、金時といいますか、そういうのもありますし、はい。あと、ヤギじゃないですか。ヤギ、この間話してたら、キャンプにヤギ、ヤギですか。一部ですね、この仲間、キャンプ仲間ですね、シニアの方々がいらっしゃるんですけど、その方の趣味はですね、やっぱ寒い時に体が非常に温まるんですよ。ヤギの汁物なんですけど、そうなんですか。で、それをこう温めてですね、いただくなんてこともしています。自分でするわけじゃないですよね。ヤギ自分でなんかこう、はい、ね、怖いことはしない。以前はですね、そういう時代もあったんですけれど、一部例えば屠殺といいますか、ヤギを締めるところだけセンターにお願いして、いわゆる体がそのままある状態で、あと解体は地元行ってやっちゃうとか、ああ、そうなんですか。そういうことはたまにあります。そういうキャンプ場見たくなってるわけではないんですか。じゃないですね、キャンプ場でやるわけじゃない、キャンプ場にはやはり一頭丸ごとになって食べれませんから、切り身を持ってきたりとかですね、汁物のパックを持ち寄って、そういう子供たち喜びますよね。非常に喜びますね。はい、一度大晦日にですね、家族と一緒に、キャンプをしたっていうこともあるんですけど、あ、そうですか。本当に
紅白とかそういったものは一切見ないでですね、本当にあの自然の中で、新年を迎えると。いいですね。あの朝日の出が そうですね、見れると、見えますね、はい、そういった朝日沖縄で日の出見たら綺麗だろうね、最高ですよ。その時もヤギを食べながらでも私頭の中でごめんなさいもう中峰さんのキャンプって言うともうヤギが頭の中にもうヤギ呪われますよなんか、はい、インパクト強かったんですもん、でも本当そういうサイトをですね、常にやはり綺麗に、ちゃんと維持するっていう意味でも、我々そのキャンプ仲間でもですね、掃除した後に、家も撒いたりですね、あ、なるほど、でそういった形で環境浄化、したり、あとは当然その川とかに入って、見えみたいに入らないとかですね、そこで一切洗い物しないとかですね、そういうことはもう徹底してですね、やはりそういう環境があるから、アウトドアも楽しめますので、やっぱりそういうルールありますよね、やっぱ自然を愛するということの、の大事さがね、そこで出てくると思うんです、そうですよね、なんかすごくうまくまとめてまとめちょっとまとめすぎちゃったなんかまあね、のぶちゃん聞いてますか、ね、たまには違う、今日はね、ゆっくり休んで、来週また来てくださいね、頑張ってますよ、中峰さん来週は、来週はですね、また我々また関係のする企業さんをですね、紹介していきたいと思います、これから名古屋に行かれるらしいね、大変です。お気をつけて、比嘉先生によろしくお伝えください、はい、ありがとうございます、ね、今日は急遽のぼるさんの会中峰さんにお話を伺いました、ありがとうございました。はい、それではまた来週は祭日ですね、皆さん聞いてください、それではまた来週、バイバイ、ありがとうございました。ヤギネタばっかりになっちゃいました、この人が振ったからいい。